オービタ衛星と同時に打ち上げられた。ルロは月面からの高度 50km の極軌道を周回。搭載されたカメラは最高で 50cm という驚異的な解像度を誇り、科学的探査よりは 有人月探査に向けた着陸点選定のための基礎資料収集といった将来的な探査に向けた情報収集を狙っている。ロークロスは別の衛星のため詳細はエルクロスを参照。2009年7月11から15日にかけてアポロ計画の着陸地点を撮影しアポロ11号、14号、15号、 16号、17号の着陸船や足跡などの写真を撮影することに成功した。この写真はまだ軌道修正中の時期に撮影したため、解像度は1メートルとなっている。9月30日には、サーベイヤー1号の着陸地点を撮影し、探査機の撮影に成功した。10月9日。 ロークロスから分離した衝突体が午後8時31分に秒速 2.5km の速度でカウェウスクレーターに衝突、その様子を観測したロークロス本体も5分後に衝突した。11月13日、NASA はロークロスの観測結果から月にまとまった量の水が存在すると発表した。 2010年9月7日、月面において初となる天然の橋の確認、撮影に成功。公開された画像は一方のくぼみから入って橋の下を通過した光が他方のくぼみの底に映っているものである。クレーターを形成した隕石の衝突熱で、 岩が溶解して形成されたものと考えられている。2011年9月6日、NASA はルロのローロックで撮影したアポロ12号、14号、17号の着陸地点の写真を公開。高度を 50km から 21km にまで下げて撮影したため、2009年7月に撮影した写真よりも解像度が高い写真が得られた。 この写真には宇宙飛行士が月面探査の際に残した足跡やムーンバギーが残した平行な日本線の輪だちの軌跡、月面に残してきた観測装置アルセップが映っていた。2014年1月29日、NASA はルロのローロックを使って1月15日にルロの 9km 下の軌道を通過した NASA のルナーアトモスフィアダストエンバイロメントエクスプローラー。 探査衛星を撮影した画像を公開した。また、2014年10月には、レイリーが落下して生じた小さなクレーターの跡を撮影することに成功した。NASA が公開した写真は、リンク先も参照されたい。ありがとうございます。